手を紹介します。第一試合場、赤、岐阜県中京高等学校、前田健信選手。白、宮城県仙台育英高等学校、渡来豪樹選手。第二試合場、赤、熊本県九州学院高等学校、末永英大選手。白、富山県龍谷富山高等学校、信濃一成選手。第三試合場、赤、静岡県磐田東高等学校、桑田小太郎選手。白、宮崎県日照学園高等学校、荒木和樹選手。第4試合場、赤、茨城県水戸肥料高等学校、吉倉桃田選手。白、石川県金沢桜ヶ丘高等学校、橋本裕樹選手。続いて女子個人戦準々決勝に進出した選手を紹介します。第1試合場、赤、香川県琴平高等学校、宮本奈々選手。白、東京都淑徳寿学高等学校、北井早紀選手。第2試合場、赤、岐阜県高山西高等学校、樋口康代選手。白、三重県四日市工業高等学校、長谷川凛選手。第3試合場、赤、長崎県島原高等学校、小泉琴香選手。白、新潟県五泉高等学校、長澤彩佐選手。第4試合場、赤、神奈川県日本大学高等学校、海野美穂選手。白、茨城県明慶学園高等学校、大石修子選手。ただいまから男子個人戦準々決勝を開始します。男子の個人戦が終了した試合場から女子個人戦を開始します。試合を開始してください。
速報。